雑談です。 NFT です。ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今グーグー聞こえるでしょうか。あん、タルちゃんが膝の上で寝ておりますが、まあ最近ちょっと更新が滞っておりましたが、まあいろいろありまして、うん、バタバタしてはないんですけども、更新が滞っておりましたが、まあぼちぼちやっていこうと思いますが、見ましたですわ。マイファミリーの6話目、これね、日曜劇場ね、随分話がこう、進んでというか、もう本当に展開が早いんであれですけども、阿久津の娘さんがさらわれて、で、交渉人を、ハルトがしているわけなんですが、まあ早速ね、1回目の受け渡しが終わって、で、2回目以降、はもうハルトに1人に運ばせろと犯人からの指示が来るんですけども、そこでね、阿久津の奥さんである阿久津絵里さんが、まあこれでハルトをちょっと疑うんですよね。うん、でもしかして犯人とハルトがつながってんじゃないかとね。繋がってないことはないんですよね。だから実際に、まあ犯人側からしたら、まあ共犯者として扱われてて、でしかも謝礼ですっつって1億円もらってて、そのもらってる1億円のことはこれ誰にも言ってないんで、ある種まあ共犯といえば共犯、しかしね、そこを後で弁護士であるね、三輪に相談してね、共犯になるのかとかね、いう相談をしてたんですけど、まあまあそこで、まあ、疑われちゃってると。で2日目の前に刑事ね、桂木刑事はこの事件から外されているわけなんですけど、しかし桂木は独自に捜査を進めて、いると。まあ捜査の基本はね、足で稼ぐって、まあ尾行ですよ。だから鳴沢をつけてたら、どうも東堂が東堂と一緒に飯を、朝飯を食った時にね、東堂のカバンをちらっと見たら警棒と双眼鏡があって、これはね、まだ何かしらの事件を、何かしらの事件というか、誘拐ね、ともかちゃんの犯人を、まだこれは東堂は探してる。まあ東堂自身もね、自分の娘がさらわれて、もしかしたら同一犯なんじゃないかってことで、それで協力して捜査をしているんだってことに気づいて、で張ってると、どうもまたこれは別の事件の匂いを感じるんですよ。そこのが桂木のこの偉いとこというか、まあ刑事の素晴らしいところというか、捜査を進める中、しかし警察からこの事件には絡むなっつってね、外されちゃってるんで、自分の下で働いてたね、梅木をちょっと呼び出して、で捜査状況を教えろと。なんだったら俺のね、捜査するのをお前に全部言うから、それでやってくれっつって買収をしようとするんですよね。で上司には言うなって言うんですけど、そこでね、後ろで聞いてたのが日下部ですわ。で日下部はこれね、同期はみんな出世しちゃってて、で自分も出世欲があるもんだから、その引き換えにね、じゃあこの事件解決して、犯人あげたらね、大出世するぞっつって、買収されちゃうわけですよ。で警察は警察の方でこうやってね、いろんな思惑が入り乱れてこの事件を追っていると。でそんな中、2回目の身代金の受け渡しにハルトが出向くわけなんですが、その時にまあ2回目もう慣れたもんですよ。慣れたもんっていうのもね、慣れていいのかどうかもあれですけど、慣れたもんでポンとね、車にお金を置いてさっとその場から去るんですが、その時に阿久津の奥さんがね、いや実はハルトさんのことを疑ってたと。でそのアタッシュケースに
GPS を仕込んだってね、ごめんなさいって言うんですよ。で、犯人側からはね、そういうことを一切するなって言われてたんですけども、そうやっちゃったと。で、それ聞いたハルトはね、なんだ、まあ疑われてもしょうがないなと思いつつも、じゃあその GPS の情報を送ってくれっつって、GPS を追っていくと、で、ここでね、僕はちょっと、まあ、ドラマだからしょうがないというか、まあ、ちょっとあまりにも一人で追うにしても無防備すぎやしないかハルトよと、ね、最後は何ですか、コンテナの貸し倉庫みたいなところにね、現金を移す車が止まってて、その中で一個空いてる倉庫でね、こう現金を移し替えてるところを目撃してというか、ドアが開いてるもんだからそこをね近づいていくんですけども、まああまりにも無防備ですよ。何にも持たずにね、覗きに行くなんて。そこはちょっと僕はちょっと疑問に思いましたけども。で、そこで、パッとその現金を、移し替えてる人の顔をね、パッと見た瞬間、これ、はるかなオンラインの、鈴間彩というね、まあ社員ですわ。で、驚いちゃってね、びっくりしてるところ、後ろでスタンガンで、気を失わされちゃうんですけども、ここで犯人がね、鈴間の顔を見ても、ハルトのことを殺さなかった、とどめを刺さなかったってことは、まあ、鈴間が犯人というか、まあ、犯人の一味としてバレても、構わない人が、犯人なんだろうなってね、そこでは思いますよね。だからちょっと立脇かな子さんね、はるかなのかな子さんが怪しく描かれてるんですが、まあ次の話でね、犯人扱いを受けるんですけども、もしもかな子が本当の犯人であるとするならば、鈴間を使ってね、こういった事件を起こしてた時に、でハルトに鈴間が見つかったって時に、これ関係性を怪しまれるね、まあ、同じ社員で連絡も取れるし、みたいなことから、で、鈴間の顔がバレちゃいけないって思いますよね。ってことは、あの場でハルトを生かしてはおかないですよね。ってことは、生かされたってことは、そこを怪しませるための犯人側の意図もあるんじゃないかなって思うと、これはどうもやっぱこのハルカナのメンバーの中に犯人がいるというのはちょっと考えにくいなと思いまして、で、いろんな考察をね、僕はあんまりちゃんと追っかけてなかったんで、いろんな考察の人を見ると、どうやら、いわゆる考察界隈では東堂の奥さんね、東堂亜希さんと鈴間彩さんがこれは実は兄弟で、ここがグルになって犯行をやってんじゃないかという考察があるそうです。で、このね、兄弟姉妹だっていうことはまあ確定事項ではないですけども、そうするとそう仮定すると、まあ東堂亜希さんが犯人で、まあ協力してたのが鈴間彩だってことになると、まあ話が見えやすいというのは、まあ確かに言われてみればそうだなって感じもしますけども、どうなんでしょうかね。そこはまあ真偽のほどはね、考察の域を出ておりませんが、確かにそう言われるとそうなのかもしれないけども、そうだな、でも僕はそこをまた一つね、裏切りたいなと思いますね。裏切りたいというか、じゃあ別の、考えはないもんかと、いろいろ考えを巡らせているんですが、そうなるとやっぱりこの、ね、相関図に出てない人が犯人っていうパターンも、まあ捨てきれないことは捨てきれないんですが、それはあまりにも、ね、ご都合主義すぎるかとか思っちゃうと、そうだな、やっぱり東堂のね、東堂亜希さんが確かに怪しいんですよね。だから自分の娘さんをこう誘拐されちゃったのは別の犯人で、残りのだから友香ちゃん、それからゆずきちゃん、そして美咲ちゃんですかの犯行は亜希がやってんじゃないかなみたいなことは言われてますけども、そもそもね、小春ちゃんももしかしたらっていう
考えも僕の中には拭いきれませんね。しかしどうなんでしょうか。7話以降でね、かなこが怪しまれて、行くというところでって考えると、やっぱかなこは犯人じゃないのかなって思いますね。そうなるとやっぱり残るはやっぱり東堂亜希なのかなとか思いながら見ております。どうなるか分かりませんが、楽しみなドラママイファミリーね、6話目まで終わっておりますが、パラビだと全部振り返って見れますし、TVer であるなら1週分は見逃し配信がありますので、ぜひ皆さんもご覧になってください。コント大どんでん返しね、大どんでん返しやね。なんか6話の放送が終わった直後に公式のツイッターがまたとんでもないことが起こるみたいな、もうやめてくれっていうような反応がたくさんあったっていうニュースを見ましたけども、どうなっね、7話以降でこれどうなっていくのか。まだね、僕はこれまだ死人が出てない、死人というかね、殺されちゃってる人がいないんで、ハルトなんかもあの場で殺されてなかったってことは、やっぱりまだ犯人がもう何か利用したい、それからね、常々殺します殺しますと言いつつまだ誰も殺してないんですよね、犯人側は。って考えるとこれね、恐ろしいことっていうのは誰か殺されちゃうのかな、ねえ、どうなんでしょうか。まあ楽しみなドラマでありますんで、今後もね、引き続き見ていきたいかなと思います。ぜひ皆さんもご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。